時長浦三次長浦三4月6日から1929年2月7日は、日本の朝鮮総督府、内務官僚、幹線県知事、広島県高野郡上下村出身、時長正吉の三男として生まれる、第一高等学校を卒業。1909年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し大学院に進学。 同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1910年5月、当館付属として都管した。1910年10月、朝鮮総督府取調局属となる。以後、同取調局事務官、同道事務官、平安南道在勤、軽機動在勤、同事務官、総務局総務課長、県道参事官、同内務部、第二課長、 同再生委員署務課長事務嘱託、同刑務官剣道警視、同刑務総監部保安課長、同権刑,刑務総監部合同警察課長、事務取扱い、同事務官、剣道参事官などを歴任し、1922年1月、朝鮮総督府監察官に就任。1922年10月、大分県内務部長に転じた、鳥取県内務部長を経て、 1924年10月、宮城県内務部長となる。1925年9月、宮崎県知事に就任。軍政廃止後の対応に尽力。1926年9月、佐賀県知事に転任。神崎実業銀行、小賀銀行の休業対策などに尽力。1927年5月17日に休職となった。その後、 大阪市条約に推挙されたが、朝鮮系機動知事に内定していたためそれを断り、療養中に死去した。ありがとうございます。